ラ情報まとめました。見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。来月出る星のカービィ Wii デラックスの公式サイトがオープンしました。こちらは2011年に発売した星のカービィのリメイクとなっています。原作の Wii と比較しながら違いを5つのポイントで見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。公式サイトのトップ任天堂ダイレクトの時に見たメインビジュアルですね。元のカービィのホームページと見比べるとマホロアと後ろにあるマホロアランドが存在感ありますね。ストーリーのページではカービィの次に紹介されていて、ディスカバリーの公式サイトで言うとエフェリンと同じポジションですね。さらにカービィ公式ツイッターでゲーム情報をお届けしてくれるということで、しばらくマホロアに感謝して過ごすことになりそうです。今でも結構多いマホロアグッズがこれからもっと増えそうですね。毎度おなじみ補給能力、以前の情報で出ていた新能力アーマー、炎をまとったアーム攻撃やオーバー移動をしているシーンが公開されています。公式サイトの説明がロボボアーマーっぽいですね。アイコンはアーマーをつけたカービィの正面顔でしょうか。補給元になると思われる敵キャラが公開されました。補給能力とほぼ同じデザインで分かりやすいです。新呼吸能力はまだあって初めて見る3度という能力が登場しました。ポケモンだと地面タイプ、帽子のデザインはファイアやアイスと同じ系統に見えます。技はウォーターの B 技、ウェーブショットやダッシュ技のサーファータックルっぽいのと、リーフのリーフダンスっぽいの、バードが隠れリーフみたいな無敵みたいです。それからウィップみたいに壁の向こうにあるアイテムを手に入れることができる技もあります。さらに砂で作った拳で攻撃したり、砂の後ろを作れる多彩な能力です。アイコンはイラストのように吹き出している砂です。時計元になると思われる敵キャラは砂のトカゲみたいで可愛い。この2つが完全に新しいコピー能力で、他にも旧作にもなかった能力があります。それがフェスティバルです。星のカービィスターアライズで登場した能力で、カービィが画面いっぱい踊り出して全体を攻撃します。スターアライズと同じように仲間がいると一緒に踊ってくれるようです。マホロー情報によると、あることをするとマホローも一緒に踊ってくれるとのこと。これは楽しみですね。どんな条件なのか、よかったら皆さんの予想をコメントで教えてください。もともとあるコピー能力の変更はウィングのデザインが変わったことと、フラッシュのエフェクトが派手になっています。個人的には忍者の技仕様が変わっているのかが気になります。ウィーではできた空中での畑切り開始4年が次回作以降は強すぎたのかできなくなっていました。ぜひとも旧作そのままでズバズバボスを倒したいところです。ウィーといえばこれです。地形を壊すほどのパワーとド派手なエフェクトで爽快感抜群。5種類あってどれも新しいイラストが描かれていて、シールコレクションとかのグッズで欲しいです。ゲーム的な変更点は能力を取った時の演出が強化されているくらいで、システム面では今のところ旧作との違いは分かりません。新しい能力など何かしら新要素が入っていることを期待しています。今作はマルチプレイに対応していて、最大4人で一緒に冒険ができます。1系はカービィ固定で、他はバンダナはドルリ、デデデダヨー、メタナイト、色違いカービィを操作できます。特に条件などはなく、いつでも好きな時に参加できるのは気
軽に家族や友達を誘えて良いですね。カービィが新しいコピー能力を手に入れたように、仲間たちも旧作では使えなかった新しい技が使えるようになりました。バンダナはドルディはステージを進みながら攻撃できる大地好き、デデデダイオンは敵の時に使ってくるスーパーデデデジャンプ、それから鬼殺しデデデハンマーが旧作ではできなかったチャージができるようになっています。メタナイトはスマブラに出演した時の技のようなギャラクティックカウンター、トリプルデラックスのソードカービィの技竜巻斬り、スカイエナジーソードを送り出しています。竜巻斬りのエフェクトはディスカバリーのメタナイトソードが使った時みたいにコウモリのエフェクトが出ています。全体的にアップデート後のスターアライズでの性能に近くなっている感じですね。こちらはまるまるリメイクでの追加要素、支配人マホロアによって作られたテーマパークです。支配人マホロアは店主マホロアみたいにパラレルのような存在なのでしょうか。ディスカバリーの物知りはドルディと同じように冒険に役立つ情報や世界中のプレイヤーの情報を教えてくれるそうです。全国のプレイヤーが懲らしめたガルルフィの数からワドルディの数になるのかが気になるところ、そしてなんといってもサブゲームが10種類もあって1つが新作、あとの9つは歴代サブゲームからえりすぐりのものが復活しています。この部分だけで動画が作れそうなので今はさらっと触れていきます。ここで遊ぶとお土産がもらえます。なりきりお面はシリーズのキャラクターになりきってつけたまま冒険したりサブゲームで遊ぶことができます。マルクやエフェリンなど Wii に出ていなかったキャラも入っていて全部で86種類もあります。グルメフェスの着せ替えスキンは25種類だったことを考えると3倍以上、すごい数。お土産アイテムももらうことができます。最近のシリーズでよくある持ち運べる回復アイテムだけではなくて Wii 特有のキャリーアイテムをいつでも使えるようになるのは面白いですね。星のカービィ Wii デラックスの公式サイトを見ていきました。発売まであと1ヶ月ちょっと、これから出る情報もますます楽しみです。このチャンネルではカービィについての情報や手に入れたグッズを紹介しています。もしよかったらチャンネル登録、いいねボタンを押していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。